はいどうも皆さんこんにちは、ゆうきでございます。本日が5月の31日、5月最終日でございますね。お時間が午前11時5分というところで今日の動画を撮影しております。今日皆さんに元気と情報をお届けしたいと思い、こちらの動画を撮影しております。どうぞ最後まで、お付き合いいただけたらなというふうに思います。なぜこのスタートかと言いますと、私ですね、本日、ツイッターの方でも言いましたが、ですね、人間都市には勝てないということで、私今神にですね、下を向くことを一切許されておりません。私日常的にですね、毎朝シャワーを浴びるんです。朝シャンするんですけど、そこまで普通でした。普通でしたが、お体をね、おタオルの方でお拭きになられていたところ、急にですね、あれ痛いな痛いなっていう形でですね、ツイッターの方では言いましたが、本当に立てません。立つことができません。下も向くこともできません。ですがですね、月曜日といえば、勇気を見れるってね、思っていただいている皆様のためにですね、根性で今、この椅子に座っておる次第でございます。ということで、365日、休まず仮想通貨のチャート追い続けては僕の、チャート分析をメインに。その時になったリアルタイムの仮想通貨にまつわるニュースを、楽しくお送りするチャンネルとなっております。仮想通貨に興味がある、仮想通貨の投資を始めてみようかな、 FX に興味があるけどチャート分析に自信がないんだよという方はですね、日々、僕の動画をですね、いつももっと流暢に喋っているんですよ。今日はもうね、ノーリテイクでいきたいと思う。これリテイクしてる場合じゃないの今ね、ですね、レベルでね、チャート分析できるようになるよっていうね、コンセプトで動画の方をお送りしておりますので、ぜひですね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンをね、特に今日のね、このプロ根性、お前、さすがやなと。ね、起き上がりもできんのによう椅子座ったなと。思われた方はですね、ぜひ、同情票も含み、チャンネル登録ボタン押していただき、痛い。と思いますので、よろしくお願いいたします。でですね、今日はですね、このような体でございます。端的に終わらしたい。だがしかしですね、6銘柄もチャート分析してたら結局僕40分も喋ってしまいますので、今日はビットコインの円建てとドル建てのみで、お送りさせていただけたら、これ幸いと、いうことで、動画の方撮影しておりますのでよろしくお願いいたしますということで、一応ですね、内容としては気になるニュース、時価総額チラッとだけね、見て、ビットコインの円建てとドル建てで、チャート分析をして、今日はね、フィニッシュということにさせていただけたら、嬉しいなというふうに思っております。下を向くことはできません。キーボードも見えません。はい、ということで、早速言いましょう。コインボスのニュース、今日もニュースのね、見出しだけ見ていこうと思う。こんな、ね、首の形ですから、そんなね、字を読む元気もない。ということで、まずですね、これ一個ね、ちょっとね、いいニュースかなと思うんですけど、リップルの裁判も行われてますね。気になる方はニュース、読みに来てください。コインポストさん。新着ニュースで、上がってきてます。今日のニュースね。リップル裁判、裁判所が、米 SEC の情報開示請求を却下したぜっていうことですね。ぜいって言ったところ、です。ね、そういうことです。はい。内容は見に来てください。まぁ、ちょっとね、内容ちらっとだけ見えてる分だけ読みますけど、仮想通貨リップルの有価証券問題をめぐる、訴訟で、裁判所は、米証券取引委員会、これが SEC ね、がリップル社に求めていた情報開示請求を却下したと。いやいや、もういらんやんと。ね、いうところで、ちょっとリップルに有利な感じになってきてるんかなっていうところですね。はい。で、もう一個が、もう一個、8時14分のニュースですね。ビットコインの採掘難易度ってやつですね。マイニングのね、難易度を調整していきます。要は、基本的にはね、何分で1ブロック作ろうよっていうのはある程度決まってます。ふわっとね。で、それに明らかに乖離してしまう。と、こういった難易度調整で、難易度を難しくしたり、優しくしたりして、結果的に一つのブロックを作る時間を調整しているということですね。まあ、その、調整が今回ですね、過去、3番目の、マイナス調整になったよというところでございますやと。この辺もね、もし内容を見たい方は、ぜひね、ニュースサイトを見に来てください。ほい。続きましてが、時価総額ランキング。ダサいな、これ。リアクションも真正面向いてしかできへん。ビットコインのね、状況が今プラス 1.63% でね、これね、見てほしいのが、リッポーちゃんですね。まあ、体のエイダちゃんもね、同じく上がってるんですが、リップルに関しても 9.21% プラスということで、まあ、ちょっとこのね、SEC の裁判の状況っていうのが、まあ、後押ししたんじゃねえのかなっていう感じで見て取れますよという感じです。ただまだ100円には、返り咲けてないというところです。間もなく100円というところですね。はい。まあ、そのあたりですかね。まあちょっとエンジンとかも見たいねんけど、今日ちょっとエンジンとかのチャートを、見ているね、
僕に、体力的、身体的余裕がございますので、このままですね、ビットコインのチャート分析に入っていこうかなと思います。はい。で、昨日のね、今日の僕の体調も含めね、昨日の僕のツイートを見ていてくれてる方やと、この下落は余裕で予測できたはずなんです。予測できたはずなんですし、結構ね、イージーでございました。これに関して言うと。はい。まあ、まず何かっていうと、一つ目が、よいしょ。まあ、これは昨日のね、ツイートで言ってます。ここの安値ですね。ここの安値に対しての、ローリバって言われるやつですね。ロールリバーサル。レジサポ転換が起こったよっていうところなので、まあ、ここに関しては余裕で、予測ができたと。で、もう一個、僕いつも言ってますね。レジスタンスであり、サポートラインであり、交わってるところ、いっぱいそのね、ものが集中しているところは、レジスタンス、サポートされやすいよというふうに言っておりますが、ここに関しては、短期線 25EMA ですね。に関しても上に被さってきてましたので、ここのレジスタンスは余裕で、予想できて当たり前と。はい。まあ、なおかつですね、僕の動画を引き続きずっと見てくれてる方やと、おお、勇気の言ってるこれ、俗に言う3本の矢やんけと。ね、レジスタンスサポートがまとまればまとまるほど折れにくいで、要は、意識されやすいラインになるよっていうところは、おお、言うてるとこやんっていう形で、思っていただけてるかなというふうに思うんですが、もう一個ね、これね、結構、これね、ちょっと待ってや。ちょっと下見るわ。ちょっとだけ待ってや。よっ、コントロールと Z を押して戻さなかった、これね。OK。これね、もう一個がですね、これ、実体と、ろうそく足ね、キャンドルね。キャンドルも、歌ってる場合ちゃうねん、ごめんな。キャンドルの、キャンドルって言うから歌いたくなんで、ろうそく足のね、実体か、ヒゲ派か、これもね、結構分かれたりするんです。で、時間帯によって使い分けてる人もいてる。うん。例えば短期戦、1分とか5分とかやとヒゲも含むけど、まあ、4時間やとヒゲ含まへんとか、逆の人がおったりとか、まあ、いろいろな方、方がいらっしゃると思うんですけど、今回に関しては、このね、そのね、日付も見えへんよ。5月の24日の13時の安値から、ここですね、5月の29日の1時の安値、ここの実態をね、ライン引いてくると、黄色いライン引いてるんですけど、そこに関しても綺麗に当たってきてる。うん、やっぱりこういったところは、まあ、実態で見てる方もいらっしゃるんだろうなっていうのが、まあ、安易に、想像できるかなっていうところですね。なので、まあ、これに関しては、まあ、論争しても仕方ないので、世界中の全員アンケートを取ったわけじゃないから、まあ、そういう風に見えるっていう感じですね。僕のあくまで個人的な感想ですが。はい。で、レジスタンスされたと。で、こっからの、流れですよ。どうやってやっていくのっていうところなんですが、もうこっからはね、もう僕のチャンネル見てたら、もう勇気こっから言うことわかるなっていうのはね、ちょっと、もう、どうやろうな、僕のファンやったらファンであるだけ、次の僕の展開予想っていうのはもうね、予測できると思うんですけど、逆にね、僕の展開予想を分析するぐらいの感じでいけると思うんだけど、まず一つ目ですね、ここの、左のおたまたまさんの、ヒゲの先端ですね、が380万円ぐらいです。まあ今もう間もなく接近っていうところなんですが、接近からちょっと抜けるかなっていうところなんですが、この380万円っていうところで、サポートされるのであれば、これですね、まあ、俗に言う、おつんつんチャートの完成だよっていうところです。これ4時間足ね。4時間足レベルでおつんつんチャートが完成するよっていうところ。で、もう一つは、直近安値まで、要は前値戻しされた場合は、そのね、安値圏、だいたい370万円ぐらいかな。370万円から375万円ぐらい。まあ、実体からヒゲ先までって感じですね。のところでサポートされるんであれば、次はダブルボトム見ていこうよっていう感じですね。このあたりを見ていて、で、ネックラインは、さっきね、バッキバキに、レジスタンスされた、円建てでちょうどいい感じですね。400万円弱ぐらい。398万円なんで、まあ、約400万円。このあたりが、ネックラインになってくるよっていうところですね。これは、おつんつんチャートでも、ダブルボトム、お尻チャートでも一緒。ネックラインは400万円ですよっていうところです。で、これが、早く、時間的にね、早くなればなるほど、なので、逆三層の方が時間帯的には早くなって、時間軸的には早くね、形成されるかなと思うんですけど、の場合は、このね、雲の切れ間を利用して、上に抜けてこれるんじゃねえかな、っていうふうに予測しております。なので、このあたりは、注目はしておいてください。これね、僕がちょっとこう、下向いたなって思った時は、コントロールボタンを探していると思ってください。コントロールと Z を押したい。はい。コントロール確認して Z を押すと。はい。で、考えておりますよ、というところでございます。で、その後、サポートされるであろう、一時的な反発、サポートされるであろうラインを一つずつで、ポイントとして押さえておいてください。一つ目が360万円。これ何かっていうと、直近の最安値の実態ですね。実態の部分が360万円。
で、その後が、ここあったらもう厳しいなって言ってたのが340万円ですね。このあたりの、一時的な反発っていうのは、取っていってもいいのかなっていう感じです。ただ、360万円でサポートされた場合は、次はですね、今度、直近の安値が、ロールリバーサル、レジサポ転換する可能性がありますので、375万円付近っていうのは、一旦ですね、利確を検討していく必要があるようになってくるかなというところです。はい。で、このあたりで逆に言うと、ショートを売っていくのも全然ありかなっていうところ。ありよりハベリ今そかりというところでございますよという感じですね。なのでこのあたりは、ぜひですね参考にしていただいて皆さんのトレードに、役立てていただけたらなというふうに思います。はい、では続きましてドル建ていきます。もうさらさらいくよ。さらりとした勇気のチャート分析ということでね、もう超やレベルにさらりとしていきたい今日は、タイタガル希望。はい、でございます。同じく4時間足ビットコインの、ドル建てですね。こちらも、チャートはねバイビットのチャート使ってます。よいしょ。で、同じく、レジスタンされたところほぼ一緒なんですね。短期戦で頭打ちプラス直近の安値ですね。直近の安値が意識されて 36,500 で、ズバピタ、抵抗されたよと。ここに関してはツイッターで先出ししております。はい、なので、勇気のチャート分析が、ほんまにお前チャート分析できんのかいと、そんな首まで痛めてね、アホなことばっかり言うてって言ってる方はぜひねツイッターの方を見てもらったら先出してるのも分かっていただけるかなと思います。で、円建てもと同じくですね、実態で引いてきた、裏タッチングロペスのパンパース買いじゃない戻り売りも、効いてきてるよというところで、ここに関しては、安易に、想像していただけたかなというところでございますよというところです。これはまあ昨日の復習ね。で、こっからは、さっきと一緒、まずは今現状です。もうジャストで今触れてんねんけど、だからみんなにお届けすること頃にはもしかすると抜けてるかもしらん、抜けてるかもしらんけど、今現状ですね34,700 ぐらい、このあたりがサポートされるのであれば、逆三尊ですね、おつんつんチャートの形成を期待と。そうすると真上にね雲の切れ間、雲の薄い部分がまだ、ありますので、このあたりをめがけて、雲の上を、抜けてくるという形ね、このあたりで抜けてくると、かなりでかいかなと。今日ねブレイクアップって言ってしまうと Wake me up って歌っちゃうので、あえて今日はブレイクアップっていう言葉を使わないでおこうと思って、それを言おうと思ったらブレイクアップを言うっていうね失態を犯しましたが、Wake me up してくるんじゃないかなというところでございます。で、ただですね、さっきも言った通り逆三尊抜けた後もダブルボトム直近安値っていうのは一時的な反発が、されやすいと思われます。で、なおかつね、これもねちょっとね、昨日のツイートやったかおとついやったかでツイートしてるんですけど、このすぐ下のこの赤ラインね見てほしいんですけど、これがね、よいしょ、僕ね、12時間足で引いたんかな？あ、違う、4時間足で引けてるわ。このね、4時間足レベルでも引ける、ヒゲの安値を、切り上げたように引いてきたラインになるんです。このあたりがサポートラインになる可能性も含めると、このダブルボトムの方がもしかすると有力なのかなっていう感じはします。なので、$33,500ぐらい、この付近はちょっと注目しておかれるといいでしょうと。もし抜けてきた場合はね。はい。で、サポートされる動きをするのであれば、33,500〜33,000ぐらい、このあたりを、背にね、ロングで入っていくのは全然ありなのかなっていうところ。で、ただネックラインは36,500、っていうところになりますので、さっきも言った通りですね、円建てと同じようなラインが引けますので、このネックラインっていうのはしっかりと利確を検討してくださいよというところですね。俗に言う否定型が生まれるからね。三尊っていうのはもうみんな、理解してる。三尊って、起こりやすいな。しかも、下げ止まった時に出やすいな。で、みんなの期待がある。ここの辺で下げ止まってほしい。そうすると、三尊でロングで入ってる人たちがいる。その人たちを焼きたい人たちがいる。そうすると、ここで一気に売りが入って、逆方向に走ってしまう。要は、それで俗に言う、否定型っていうのが生まれると。ダブルボトムも一緒。綺麗なダブルボトムであればあるほど、みんなが理解します。あ、これダブルボトムやんと。でかく上がってくるやん。じゃあ、ロング持っていこうよと。で、そうすると、そのネックライン付近で、打ってくるやつらがどうしても存在するというところで、否定型っていうのもしっかりと、注目するためにも、利確の検討っていうのは忘れないようにしておいてくださいというところでございます。はい。で、そっから先ね、もしその33,500、ここ33,000ですね、33,000割れた場合は次が$30,000です。ここはね、どうしてもちょっと僕は死守してほしい。$30,000もう一回割れてくるとね、ちょっと厳しいんちゃうかなと思います。はい。ただ一応ね、そのすぐ下が直近のね、最安値の、になります。29,800。まあ、$200ぐらいしか差ないんですけど、まあ、このあたりが最終防衛ラインになってくるんじゃないかなっていうところでございますので、このあたりの、攻防戦っていうのは、注目ですよと。ここを下抜けてくるようであれば、激震に備えよということですね。
はい、このあたりはしっかりと注目はしておいてくださいということでございます。はい、ということでね、めちゃくちゃ久しぶりな、15分の動画を、作ることができました。これ神様からのお告げかな。お前そろそろ1本ぐらい15分の動画作っとけよというふうなお告げが来ての今日のこの体の、不具合なのかもしれません。はい、ちょっとねほんまにね僕ねこれマジで病気なんかなと思ったよ一瞬。なんかこう心臓左やけど右側痛いんですよ結局。だからまあ心臓ではないかなとか思いつつも、うーわちょっと最近健康診断も行ってないし人間ドック入ろうかなとかちょっと思ってるぐらい痛いが面白いから笑ってもうたらまた痛いっていうねこの悪循環、そろそろ断ち切りたいと思います。明日にはね、復活できたらいいなっていうふうには思ってますが、もう私もですね、アラフォーでございます。今年38のおっさんですのでね、もしかすると明日もちょっとね、ビットコインのみで、短めの動画みたいな感じになるかもしれませんが、今日のですね、このプロ根性を叩いて、いや、いつもは、チャンネル登録せずにね、歌とかね、しょうもない話全部飛ばして聞いてねっていう方も、ぜひですね、チャンネル登録ボタンを押して、なんとかね、今月中、無理やな、来月中には、8000人後半とかね、まで差し込めると、ようやく、1万人見えてきたなっていう風なね、希望も見えますので、ぜひね、今日の動画を見て、お前、なかなかやるやんけって思った方は、チャンネル登録ボタン、グッドボタン忘れずにお願いします。あとはね、バイビット、まあちょっとね、問題もありましたが、まあそっからが本番やでって言ってるね、投資家の方もかなり多くいらっしゃいます。まあスーさんのね、コメント見てください。土曜日かな？土曜日かな？うん、スーさんがね、しっかりとこう、いろんな自分の思いとかも含めて、コメント書いてくれてます。で、めちゃくちゃためになる。要は、スーさんは専業やから、トレードを仕事と、なりわいとしてる人。なので、その人の、意見っていうのはすごく重要やと思います。なので、その方の意見も聞いて、で、今現状のバイビットっていうのが、使うべきなのか、使わないべきなのか、使いたいのか、使いたくないのか、このあたりは皆さんで判断してもらって、あ、使いたいな、使っとこうかなって思われた方は、チャンネル登録ボタンの、じゃない、動画の概要欄ですね。の一番上にね、バイビットの講座解説用の URL 貼り付けてますので、そちらから、講座を解説してみてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、今日は以上で終わりたいと思います。多分明日はね、6月1日で大事な日やし、動画は頑張ってあげたいなとは思っておりますが、明日の動画をぜひ、ご期待いただけたらなと思います。ではまた明日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ちょっと今日は手も伸ばされへんねんで、バイバーイ。本日も最後まで動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちら。リアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー。質問や応援メッセージは、オフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします。詳しくは動画の概要欄をご覧ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。